んの人たちもなんかその全体のことはもちろんだし、こんな私でも愛してくれてありがとうって思いました。これからどんどんやっぱりありがとうって思ってばっかり、もらってばっかりじゃダメだから、全員こんなにたくさんいて絆も固いみんなだったら一丸となって大きいものを返していけるんじゃないかと思うので、躍進あるのみ。自分がちょっと12月の後半ぐらいにちょっと三宅さんから活を入れられまして、もうちょっと頑張らなきゃなっていうのを南部全体に思っていて、でパフォーマンスとかいろんな面で他の部活に負けてるなっていうのは感じていたので、そこをデビュー日までにもっと頑張らなきゃなっていうのがあって、なのでちょっと今回は絶対に成功させようっていう気持ちで臨んだので、すごいステージ的にはいいステージだったのではないかなと。配信がされて、その音楽の配信を見つけて見た時に、あ自分デビューするんだっていうのをすごい実感して、なんかそしたらもっと頑張らなきゃいけないなと思ったし、まだまだ足りないところばかりなので、もっと頑張らなきゃなっていう気持ちでも、ここを基準にして頑張ろうっていう気持ちでも取ってました。今の青春高校は結構輝いているし、まだまだ輝けると思うんで、そういう輝けるみんなになりたいなって思います。僕ダンス&ボーカル部なんですけど、体制が変わって、ボーカルの連携の力が入って、で、ダンス得意のゆうなちゃんとダンス苦手な杉山とが入って、多分サマーライブから初めて多くの人の前で見せる舞台だったんで、なんかこれまでの練習の集大成を見せれたような、今までで一番いいパフォーマンスだったなって思いますね。そこのなんか一体感はすごいなんか踊ってても感じました。これ目指すってよりかは、当面は青春高校のために自分が何かできればそこに行って頑張ってっていう感じですね。目標は青春高校の知名度が一人でも多くの人に伝わればいいなって感じです。ずっとそのデビューっていうものがあまり実感湧かずに来て、本当に今日の今日なんかそのトレンドになったり、店頭に CD が並んだり、そのいろんな配信のところで自分たちの曲があったりっていうことで、そこからじわじわ徐々に12時なんか日付変わってから徐々にその実感が湧いてって、今日でそんなにそのお客さんが来てくださるのかなっていうのとか、本当になんかいろいろな不安もで、ここからねスタートだから、私たちの気持ち的にもスタートできるかなっていうのもあったんですけど、やっぱりいざ立ってみて、なんかそのステージでパフォーマンスしてるとやっぱ楽しいのもあるし、なんかずっとここにかけて練習してきたものもあったので、その半年前よりも結構成長できた部分とか、サマーライブの時よりもそのデビューキックオフライブをやって、このデビューに向けてずっと頑張ってきた姿を皆さんに、結構本当に多くの方に来ていただいたので、その皆さんに見ていただけた、すごくなんかすごいいい日になりました。まさか自分らの曲が iTunes にとか、そのネットに流れてるのがびっくりしましたね。あとはもう本当に CD ショップとかの店頭に並んでるのもびっくりしましたね。多分マジでここを僕ここに入ってなかったら、多分マジクソみたいな人生だったんで、だから、なんだろう、みんなと出会えたのももちろんここに入って良かったことですけど、やっぱりここに入んなかったら経験できないようなことが今経験できてるし、あとはもう本当にスタートラインに立ったばっかなので、そっからはもう多分速攻で落ちてくるときは落ちてくるんで、
まあ、気を引き締めて登っていければなとは、はい、メンバーなんかみんなで空き時間とか見つけてずっと練習してて、そう動画も撮って細かいところを直していくとかやっていって、確実に多分サマーライブの時よりもいいパフォーマンスができたなっていう自信しかないので、ね、みんななんかテスト期間だったりするんですけど、その合間を縫ってみんなそれぞれ努力して今日のために頑張ったんで、結構ね最高のパフォーマンスができたと言ってもいいんじゃないかな。ツイッターでもすごい一体感が、そうみんなと心がつながってる感じがすごいあった。ないでしょ、ないだろ。お前アメリカで別にパフォーマンス学んできてない、ね、アメリカの方って肌の露出が多いので、そこ衣装じゃん、それ衣装じゃん、衣装と違うから。あとはもういろいろね、まだね、あとは本当に全員の顔が覚えてもらえるように、いろんな人に曲を届けられるようにしていきたいなっていう、この1年はそういう年にしたいな。プロの仲間入り、プロとしてもうアマチュアだったのが完全にもうプロの目線で、甘いこと言ってらんねえぞ、はい、プロの目線で見られるんで、はい、そうね、つけてこ、あとはもうトーマスが帰ってくるの、まだそう今日デビュー日っていうのに2人が抜けてたので、全員でまだ踊れてないんで、CG のジャケットにもこうって卒業写真のジャケット的されてないの、次のジャケットはちゃんとトーマスに入れて、次が本当に撮れるように、そして全員で撮れるように、2枚目があるかも、そうあるかも分かんないから、そうですね、自分人のことをなんか考えるときは全然なんか悩まないんですけど、自分のことをいざ考えるってなると本当に悩んじゃう人で、今できないこと、その10年後できることと10年後できないことっていうのがそれぞれあるような気がしていて、で考えると余計になんかまた悩んじゃうんですよ。なんかでもすごいいい感じのことを言ってくださるは言ってくださるんですけど、うんって感じですよね。なんか結構本気で悩んでます。助走することが本当に自分を出せるというか自信がつくっていうので始めたので、まあ、それが結果としてなんかいろんな、なんだろう、アイドル誌とか、 なんかグラビア誌になんかちょこっとなんかお邪魔させてもらったりとか、それはよく運が良かったなと思うんですけど、その自分では気づかなかったんですけど、その周りの方になんかどっちの感覚も絶対あるよみたいな言われたりすることが増えて、多分助走をだんだんしていくうちにだと思うんですけど、そういう感覚も引き出されたというか、だから新しい自分は絶対に確実に見つけられたなとは思うので、まあ、やって後悔は何もないです。青春高校を応援してくださる方は、この仲の良さを楽しみたいと思っている方が多分多いと思うので、これからもなんか、なんだろう、まあ、喧嘩とかするかもしれないけど、でもみんなの心の中では楽しいみたいな感情がずっと残り続ける、あり続けるグループで居続けることが大事なんじゃないかなとは自分は思います。なんかすごい歌ってる時はすごいアドレナリンがすごく出て、ほんまにいいステージやなと思って、なんかお客さんをすごい展望できるようなステージでめちゃめちゃ歌っててすごく気持ちよくて、なんかいいスタート切れたなって思ったんですけど、なんかこう歌い終わって今日がこうメジャーデビュー日なんやと思ったら、なんかすごいなんか冷静になってしまって、ここからこう どうしてたらいいんやろうと思って、なんかすごい考えてました。この番組に入ったのも自分の音楽活動に絶対つながると思って入ってて、全然バンドをやるなんてみじんも思っていなくて、そうですね、ソロでずっとやりたいっていう風に言ってた人間なので、なんかこういった形はなんか最初結構戸惑ったんですけど、なんか他の人がこう決めてくれた上に乗っかるというか、いざ自分がここの生徒になって活動していくうちに、なんか自分にも絶対これ大きくいいようにつながってるなと思ったし、なんかこの番組で売れたらなっていう思いもなんかすごい前向きに、いつもネガティブに捉えてたんですけど、すごいポジティブに捉えれるようになって、なんか今はすごい歌うことが楽しいですね。私お母さんが昔からめちゃめちゃ過保護で、状況も反対されていて、そしてこの活動も
正直最初全然よく思われてなくて、大反対の末私は上京してきたんですけれども、なんかでもそうやったお母さんがメジャーデビュー CD デビューするとか、自分の活動をが大きくなってることに気づいてくれて、理解してくれるようになりました。お母さんそうですね、認められたのもなんか嬉しかったし、そうですね、日頃ちょっとお世話になってた人にちょっとは恩返しできたのかなっていう